少し物語のあらすじをご紹介します。昭和18年頃、和田山の大倉というところに和田山の大倉というところに次郎八段という青年がいました。次郎八段は優しくて純粋な心の持ち主で、いつも子供たちの人気者でした。のどかな田島の春、咲き乱れる蓮華畑で村の子供たちや親友の新庵と楽しく遊んでいました。やがて戦争が始まり、子供たちは藁人形を的にした竹槍訓練をしています。心優しい次郎八段は人形がかわいそうですがりついて止めたり、野の花を摘んできて花束にして添えたりしていました。ある日、兄弟のように仲良くしていた新庵に赤髪が来て、大好きな新庵は戦争に行ってしまいます。田島の村にも神戸から疎開の子供たちがやってきました。次郎八段は子供たちのお世話をしました。付き添いの石野先生は若くてとっても綺麗で、前にお母に読んでもらった浦島太郎に出てくる乙姫さんのようでした。やがて戦争が終わり、疎開の子供たちは神戸へ帰っていきます。でもいつまで待っても新庵は帰ってきません。新庵はなんで帰らんのや。新庵はな、竜宮城で楽しゅう暮らしているんやで。竜宮城ってどんなとこや。乙姫さんは綺麗やろな。次郎八段は新庵の誕生の記念に植えられたというお寺の大山木の葉っぱに手紙を書き、海に流しました。新庵。次郎八段の声は田島の美しい海に響いていきました。